クロス探偵物語もつれた7つのラビリンスはワークジャムが開発しデジタル東京プランプランから発売されたセガサターン用ゲームソフト後にプレイステーション用ゲームソフトクロス探偵物語として再発売されその際に副題は削除された本作はセガサターン用の本格推理アドベンチャーゲームとしてワークジャムが1998年6月25日に 発売した。後の1999年8月1日に、プレイステーションに移植され、2000年9月28日には、プレイステーション用の廉価版が、前後編の単体売りで発売されている。企画、脚本、監督を上永豊、上長豊キャラクターデザインとグラフィック監修を、玉木一平が務めた。主題歌は、ピチカート5の、ライト開口協楽。 マッハシークと呼ばれる独自の高速データ読み込み技術を使用しており、データロードの時間が短縮されているのが特徴。これによりゲーム中の読み込み時間は皆無に等しい。劇中、第4話だけはゲーム要素のないサウンドノベル仕立てになっている。作品自体の評価は高かったが、伏線が未消化のまま終了することについて不満を持たれた。 続編は発表されながらも発売されていない。セガサターン版とプレイステーション版で以下の相違点がある。後発のプレイステーション版では数々の追加要素が加わっている。作画監督の玉木一平曰く、セガサターン版の方が画像は綺麗だが目指した完成形はプレイステーション版の方であるという。一本の作品から前後編へと分離した。クロスンは 母親を早くに亡くし父親と二人暮らしをしていたが、その父も小学生の時に交通事故で帰らぬ人となっていた。数年後、高校を卒業した県は亡き父の墓参りに訪れた、妻、三木夏子と名乗る一人の女性に出会う。そして、そこで彼女の口から、父親の死は交通事故のように見せかけた殺人であったと示唆される。実は、県自身も父に残された、 保険金が2億と大金であったことから、密かに父の死に疑問を抱いていた。県は、父の死の謎を抱えつつも、父の正義を守る意志を継いで探偵になるために、名探偵と噂高い佐伯達彦に弟子入りしようと、佐伯探偵事務所を訪れる。名探偵と名高い佐伯達彦に弟子入りしようと、佐伯探偵事務所を訪れた県。 しかし、運悪く所長の佐伯があるスチューで面会は、できなかった。応対した西山優子と軽く、言い合いをしているところに、夜中部屋に侵入してきた何者かに襲われそうになったという女子大生がやってくる。県は、弟子入りを認めてもらう口実ができたと考え、優子の忠告も聞かず一人で事件を引き受けてしまう。とあるマンションの密室で、一人暮らしの男性の首吊り死体が発見された。 室内には争った形跡がなく、盗まれたものがなかった状況から、警察は自殺と断定したが、被害者の母親は、息子は絶対に自殺をするような子じゃない。誰かに殺されたのだと強く主張し、藁をもつかむ思いで、佐伯探偵事務所を訪れる。事件の真相を突き止めてほしいという依頼者の必死の願いに何かを感じた件は、調査を開始する。名門女子校。 エリス女学館に勤める教師が短い期間に立て続けに癌に侵され死亡した。当初は偶然病死のタイミングが重なっただけと思われたのだが、厳しすぎる拘束の撤廃とそれがかなわぬ場合の次なる犠牲者を示唆する脅迫状が校内掲示板に貼り出される事件が起こる。その文面に拘束違反の罰が原因で自殺した女生徒の 呪いと噂する生徒たちの動揺と、名門の名に傷がつくことを恐れた女学長が、佐伯探偵事務所へ秘密裏に事件解決することを求めて、依頼に訪れた。しかしその女学長と過去に一問弱あったらしい。佐伯は逃げるように担当を県に指名し依頼解決を一任する。現場が男子近世ということで、県は中途採用の事務員として、 エリス女学館に潜入し、調査を開始。その過程で、名門校に救う腐敗と閉鎖的な実態を知ることになるが、様々な制約をつけられているために、肝心の事件の調査がなかなか進展しない。そしてその間にも、第2、第3の事件は発生し、掲示板に再び脅迫状が張り出される。県が佐伯探偵事務所に入りたての頃のある雨の夕方。 佐伯が、不在中に、恋人が宇宙人がどうか調べてほしいと依頼してきた、男がいた。いぶかしむ優子を尻目に彼は静かに語り出す。優子から、姉、美霊が、CM 撮影のロケをしていると聞きつけ、夏休み代わりの羽伸ばしを兼ねて、美霊のロケ地、南伊豆の、雪が、浜にやってきた県たち。宿泊先であるマユナの祖父で著名な推理作家、 高梨良明の別荘で豪華な夕食をご馳走になった、あと、子と共に軽い気持ちで、見晴らしの良い断崖絶壁にあるという美霊の宿泊先のホテルに訪れる県。しかし、そこで宿泊中の CM スタッフのカメラマンとメイクの2名が、無残な視察死体で発見される。県はすぐさま警察に連絡しようとするが、携帯電話は、県外、固定電話は、 何者かによって電話線が切られていて、外部との連絡手段が途絶えてしまう。助けを呼びに行こうにも外は人気のない暗闇で、県たちが乗ってきた車も何時の間にかパンクさせられていた。まさか犯人が外に正体がまるでわからない常務闇に外をうろつくのは危険が伴う。やむなく県は宿泊客や従業員たちと協力して、 建物内を回り慎重に調査を進めるが、それを嘲笑うかのように次々と犠牲者が増えていく。満月の日はついてない、そのジンクスを堅く信じ絶望感にさいなまれる男の代わりにビルの最上階にある忘れ物を取りに行くことにした件。彼は制限時間以内にセキュリティだらけのハイテクビルの中を最上階までたどり着き、男の願いを叶えることができるのか。 ケンの住むアパートの隣人宛に届いた、からしめん太鼓をただでもらうことになったケンは、日頃世話になっているお礼にと、からしめん太鼓が好物という佐伯にプレゼントする。その後、ケンは所用を済ませるために外出するが、戻った後の事務所には誰もいない。そこに、事務所の電話が鳴る。それは佐伯が緊急入院したという連絡だった。急ぎ病院に向かったケンは、 担当の医師からからしめん太鼓にヒ素が混入されていたことを聞かされる。まさか自分が狙われたプレゼントは受け取ったかとだけ書かれた入ったおけ手紙が事務所のドアに挟まれていたことを県の口から聞いた佐伯の顔色が変わる。佐伯はある犯罪組織の存在を県たちに話し、これ以上組織に関わってはいけないと強く忠告する。 一旦は承諾式託した県のもとに、またも組織からの受け手紙が届けられる。そこには、六名官に招待するので、興味と勇気があるなら来い。来なければ、佐伯達彦同様に、負け犬として、一生を生きることになると書かれていた。県は、事件解決と父の死につながる真相を求めて、謎の組織の秘密に迫るべく指定された場所である、山奥に、ひっそりと立つ、 六名館に向かう。途中、マークと名乗る謎の外国人青年と合流した県が六名館に到着すると、そこには、世話役のメイドである、沢大か、彼らの他に数人の招待客がいた。そしてその中には、かつて父、新助の母前で出会った、三木夏子の姿もあった。上記の通り伏線が未消化のまま終了したことで、ユーザーからは、続編が期待されていた。 だが、本作の売り上げは苦戦し、続編の話は何度もなされるが、実現はしなかった。2000年に発売された本作のプレイステーション版の、廉価版に収録された予告ムービーによれば、第8話、デザイアー、第9話、千リ改造計画、第10話、監獄島、第11話、大鳥島ミステリーツアー、と、ストーリーが展開されていく予定だった。2002年7月に、 探偵神宮寺サブローイノセントブラックの発表会が行われた際、今後は神宮寺サブローとクロスを日本柱としてゲーム制作に注力するとされた。神宮寺サブローはコンスタントに発表されたが、クロスは放置状態となり、2008年2月にはワークジャム公式サイトからクロスのコンテンツが削除された。続編に関して、 本作のキャラクターデザインを担当した玉木一平は続編が制作されない理由には自身は全く関わりがないことやスタッフサイドとの交渉なども行われていないと発言しているため続編の制作はシナリオ段階で頓挫していると思われる。ありがとうございます。